There's one Dokyo, or a bronze mirror, now in Boston Museum of Fine Arts in Massachusetts, USA, which has got a 3D photographic map of the Arctic Ocean. This Dokyo has got also four dots around the map, and one of two lines between these four dots shows the direction sharp to Stonehenge, UK. You see Stonehenge in the Dokyo. This is a fact, ladies and gentlemen, believe it or not. Then it is you that would judge these facts. 北極海の地図を 3D で正確に彫り込んだ銅鏡があります。現在その銅鏡は USA のボストン美術館に所蔵されています。で、その銅鏡の地図の周辺に4つの点があります。その点をつないでできる2本の線のうち1本は正確にストーンヘンジのある方向を指し示しています。つまり、これが事実です。あなたはこの事実をどのように考えますか？広し林、浜松シティ、ジャパン。で、この銅鏡が明治時代に、大阪府の長持山古墳で発掘された銅鏡です。そして同じく明治時代に、アメリカに流出し、現在は、マサチューセッツ州のボストン美術館に所蔵されています。この銅鏡の中心部には北極海の地図が正確に、写真のように正確に 3D 浮き彫りで彫り込まれています。そしてその地図の周囲にこの4つの点があります。今日はこの4つの点について考えてみたいと思います。この4つの点は何を意味するか。そこで4つの点を線で繋いでみました。2本の直線ができます。左がその銅鏡です。そして右が Google Earth 上における実際の北極海の写真です。比べてみると両者は全く同じです。そして右の、Google Earth 上における写真の白い線は、これは、ストーンヘンジと北極をつないだ線です。そしてこの白い線と左の、黄色い線はピタリと位置が重なります。すなわち同じだということですね。比べてみてください。で、特に左のですね、この銅鏡の色の黒い部分は海氷もしくは氷と考えてください。海岸線が一致します。そして、そればかりかロシアのですね、内陸部の川湿地帯の形も一致します。この白い線が、ストーンヘンジと北極をつないだ線です。そしてこの線は銅鏡の4つの点のつないだ線のうちの1本と、一致します。すなわち、4つの点の、まあ、2点をつなぐとですね、その線は正確にストーンヘンジの方向を、示しているということになります。この中心の白い点が北極です。そして左下が、これが銅鏡における、まあ、線ですね。比べてみてください。そして中心部に北極があり、この銅鏡の周囲には360個のメモリが刻んであります。360という数字がすでにこの時代にあったということ。そして、この時代にすでに世界の中心をですね、ストーンヘンジに置いていたということがこれでわかります。なあち、この4つの点の2点はですね、正確にストーンヘンジを示しているということになります。銅鏡と実際の地図を比べていただきます。
で結論ということになります。この銅鏡は明治時代に大阪府の長持山古墳で発掘されたものです。中心部には北極海の地図が正確に、写真のように正確に 3D で浮き彫りで彫り込まれています。のみならずその周囲には28個の月が時計と反対回りに満月から下弦の月、新月、そして上弦の月と並んでいます。形も下弦の月、それから上弦の月もと一致します。もし人間が掘ったものであるならば29個か30個にしたはずです。28個、すなわち月の公転周期が28日であることを知っていた人、つまり宇宙から月の動きをですね、見ることができた人によって、この銅鏡はできたという、その証拠になります。そして、今日はこの4つの点についての謎を考えてみました。銅鏡の左上から右下に引いた線は、正確に、有形のストーンヘンジを示しています。右の、写真の中の白い線は、ストーンヘンジと、北極をつないだものです。この両2つの2本の線は、一致します。なあち、銅鏡の4つのうち2つの点をつないだ線は正確にストーンヘンジの方向を示しているということになります。それだけではなく、この銅鏡の周囲には360本のメモリが刻んであります。360本です。言い換えますと、今から1700年前、すでに卑弥呼の時代に世界の中心はストーンヘンジであったということ、そして世界を360度に分割するという考え方がもうすでにあったということをこの銅鏡は示しています。もう一度見てください。右上がこれが実際の、Google Earth 上における写真です。左が、銅鏡における、線ですね。そして4つの点をつないでできた1本の線はですね、正確に有形のストーンヘンジの方向を示しているということになります。中心部には北極海の地図があり、28個の月があり、さらに360個のメモリがあるということです。続く動画の中でさらにそれについて、この謎について詳しく考えてみたいと思います。まさに、大パーツ中の大パーツということになります。Wikipedia writes about 銅鏡 or bronze mirrors as follows. Bronze mirrors are produced in China from Neolithic times until the Qin dynasty when Western glass mirrors were brought to China. Bronze mirrors are usually circular with one side polished bright to give a reflection and the reverse side with designs.They often had a knob in the center so that they could be attached to clothing. Aihiro Hayashi just wonder if all here explanations are correct and true. Here in this video, I'd like to explain that 銅鏡 or bronze mirrors in Japan have much, much more than these explanations. Wikipedia 百科事典によれば、西洋からガラスが伝えられるまで銅鏡は中国で作られたもの。それらは円形で一面は鏡になっていて、もう一面はデザイン、模様が施されている。中心には紐を通すためのノップがついていると。どこにも日本、ジャパンという言葉がないのが恐ろしいですね。ウィキペディア百科事典を読んでも日本、ジャパンという言葉は全くありません。こうした文献をそのまま読むと、銅鏡は中国から日本に渡ってきたもの。日本にある銅鏡は皆中国製。もっと深く読むと、この日本には何もなかったと。そういうことになります。が本当にそうでしょうか？この日本には何もなかったのでしょうか？で、この日本では銅鏡は文字通り鏡ということになっています。鏡です。表が鏡。で、裏は裏。裏のデザイン、つまり模様はただの模様、飾りが本当にそう考えて良いのでしょうか？むしろ銅鏡の場合は、裏と考えられていた方にこそ重要な意味が隠されているのではないでしょうか？この動画の中で日本の銅鏡についてもう一度考え直してみたいと思います。今ご覧いただいているのは明治時代に大阪府の長持山古墳から出土した銅鏡です。
同じく明治時代に日本から流出し、現在は USA のマサチューセッツ州のボストンミュージアム・オブ・ファイン・アーツに所蔵されています。その銅鏡には北極海の地図が彫り込まれていました。北極海の地図です。しかも浮き彫り、しかも 3D 地図です。直径は驚くなかれ38ミリ前後。ちょうどピンポン玉と同じ大きさです。で、この北極海の地図について一つ注意したいことがあります。特に色の黒い部分は海氷もしくは氷と考えられます。その黒い部分を除くとその地形は正確に北極海の地図と一致します。一致するだけならまだしも、ロシアの陸地には川や湿地帯らしきものまで表現されています。もちろん島もあります。さらに驚くべきことに、その周辺には28個の月が掘り込まれていました。28個です。もし人間が掘ったのなら29個もしくは30個になったはずです。地球上における月の見かけの公転周期は 29.5 日だからです。28個ということは、月の自転周期イコール公転周期が 27.4 日と知っていた人ということになります。それらの月の形が満月から左回転、つまり時計と反対回りに、下弦の月、新月、そして上弦の月で、その順で書かれています。となると、その中心にある半球体は、やはり、北極海ということになります。実際の月の運行の仕方と一致しているということです。そういった事実をこの動画の中で説明しますが、それだけではありません。銅鏡にはさらに多くの謎が隠されていました。カレンダーです。計算機です。あのアンティキュティアの計算機に勝るとも劣らない仕掛けが仕込まれていました。つまり、銅鏡はただの鏡ではなかったのです。しかも、ただのデザイン、つまり模様と思われていた部分の方にこそもっと重要な意味が隠されていたのです。そんな事実をもう一度皆さん、ここで見直してみませんか？広し林、浜松石、ジャパン。Hello, this is Ransuke and Hiroshi Hayashi, Japan. 銅鏡メカニズム。銅鏡 or disc mirrors as astronomical computing machines. Here in Japan, hundreds of 銅鏡, which literally means disc mirrors, have been unearthed and no one knows as a matter of fact what 銅鏡 is any more than that they are just mirrors. Here I show you one of the 銅鏡 unearthed at Nagamuchiyama Mount Osaka, Japan, and now it is at Boston Museum of Fine Art, Massachusetts, USA.We can count the number of gradations and triangles carved on the mirror because it is beautifully reserved. Moreover, we can see the map of the Arctic Ocean in the middle of the disc mirror. これが大阪の長持山で発掘された銅鏡です。この銅鏡をテーマに、銅鏡はただの鏡ではない。銅鏡は天文計算機であったということをこれから証明いたします。まずその前にですね、この銅鏡を見ていただきたいんですけども、この銅鏡の中心にはですね、28個の月が彫り込まれています。上が大きいですね。これは満月です。で、右の下が小さいですね。新月です。28という数字に注意してください。人間が彫ったのなら29か30にしたはずです。地球上での見かけの、月の公転周期は 29.5 日だからです。28という数字が分かる。すなわち 27.3 という数字を知っているのは宇宙からこの地球を見ることができた人だけですね。で、この月は、時計と反対回りに回っているのがわかります。そして、北極の地図と比較しています。この、これはですね、もう何度も今までに精査してきましたので、ここでは簡単に皆さんにお見せいたします。左が銅鏡です。そして、右が北極海の地図です。Google Earth 上の、で捉えた写真ですね、わかりやすく言えば。そして、左の銅鏡は、似てるとか、そういうふうに見ようと思えば見れるという、レベルではなくて、写真のように正確だということですね。そして、銅鏡の方には川、それから島の位置、形も同じです。というふうに彫り込まれている。そしてこの銅鏡はですね、真上から見て、そういった地図に見えるような、風に彫り込まれている。特殊な方法で、作られているということですね。これは人間が考えている、人間が持っている地図とは全く異質のものです。そういうこともちょっと頭に入れといてください。で、もう一度簡単に精査していますが、ここが重要です。つまり、この長持山から、
まあ、発掘されて現在、ボストン美術館にあるこの銅鏡はですね、ただの銅鏡ではない、今から1700年前、卑弥呼の時代に作られた銅鏡です。そして、この銅鏡、今ご覧いただいてますけども、まあ、写真のように正確なんですね。ただ、一つだけ注意しておいていただきたいのは、銅鏡の中の特に色の黒い部分は、これは氷、もしくは海氷と思われます。明度を上げますと、陸地の部分がグリーンになります。何かの仕掛けがしてあるのでしょうか。まあ、ともかくもこうして比較してみますと、この銅鏡の中の中心部に彫り込まれているのは、北極海の地図だとわかります。そして大きさが38ミリです。ピンポン玉と同じ大きさですね。で、銅鏡の使い方ということですけども、この銅鏡は何であるか、何のためにあるか、ということなんですね。今日はその答えを皆さんに話したいと思います。証拠を添えて、しっかりと話したいと思います。銅鏡はですね、真ん中をくるくる回して使ったものと思われます。そしてその周りには、同心円の円が続いています。中心を回すことによって、その力がですね、ギア方式で周辺に伝わっていたものと思われます。ギア。え、卑弥呼の時代にギアがあったのか、というふうに驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんけども、あったのです。その証拠もこの続く後、ビデオの中でお見せいたします。そして一番外の周辺、まあ、このメモリがですね、117個あります。13×9 なんですね。そして中心部には28個の月が描かれています。で、関係があるのかないのかですけども、28×13 は364、すなわち365に近いということで、これは、まあ、天文、まあ、いわゆる、まあ、カレンダー説を私は唱えましたが、まあ、以前、前期、まあ、前はですね、この段階で検証を止めました。で、今日はさらに検証を進めていきたいと思います。で、今言いましたように28個の月が描かれて、そして、それに 13×364、何か関係があるのではないか、ということなんですけども、9という数字が、まあ、なってますけども、謎が解けませんでした。で、まあ、今ちょっとこう模型を作ってみたんですけども、中心を回すと、ギア仕掛けで周辺の、まあ、ディスクに動きが伝わっていくと、そのように考えれば、銅鏡の使い方もわかるのではないかと思います。が、ただ、人間が持っている銅鏡はですね、レプリカです。模型です。まあ、エイリアンたちは本物の、まあ、天文計算機を人間に渡すようなことはしません。もちろんこれはエイリアンが作ったものです。北極を、まあ、上空から見て地図ができつく、当時の人間に作れたはずがありません。まあ、これが銅鏡ですね。長持山から、古墳から出た、銅鏡です。で、このように円周を、まあ、分けてみますが、そしてそのメモリを数えてみます。一番外側のメモリは117個です。13×9。まあ、ここにこだわってしまったものですから、以前はこの謎を解くことができませんでした。この銅鏡は大変保存が良くてですね、縦線も360本、そしてここに30個の漢字が描かれています。そして、先ほど言いましたように28個の月が描かれています。そして、忘れてならないのが、ここに4個の点があり、そしてその間に3人ずつの人が描かれているということですね。で、4×3、12という数字がここで出てきます。ここに注意してください。すなわち、12×30は360というふうに数字が一致します。360、30、12。この数字を見ただけで普通ではないというふうに、まあ皆さん、もしその、だったらそういうふうに感じられるんじゃないでしょうか。すなわち、30日で12ヶ月、360日。まあ、60の、まあ、事情ですね。まあ、これは二レベ定数の60の7乗かける70という数字と、まあ、どこか共通性を持つということですね。が、以前はここで謎解きがストップしてしまいました。117、すなわち 13×9 は何なのかということが、の謎が解けませんでした。で、あれこれ調べていました。そして、まあ、そのヒント、とてますか、手がかりを得ることができました。それがアンティキューティラの、機械です。これがアンティキューティラの、機械と言われるものです。1900年に発掘、ってか発見されました。で、アンティキューティラの機械について英文の説明書がありましたので、それを翻訳して皆さんに話します。1900年のイースター日曜日の前の日、ダイバーチーム、すなわち潜水夫ですがね、ですね、アンティキューティラの沖で、海藻を探しているとき、難破船を発見した。沈没船の船底部には、ブロンズの像と古代の人工遺物などが詰まっていた。それらは後に回収され、クリーニングと保存のため、アテネ国立考古美術館に運ばれた。まあ、ここでちょっと補足してきますと、この船はですね、トルコからローマに向かう途中で、ギリシャ沖で難破したということです。1902年の5月17日になって初めて、考古学者が調べたところ、ブロンズと木でできた
塊、まあ、塊と書いてありますね。ランプと書いてありますが、の一つの中に、ハメバ歯車。いわゆる私たちが歯車と言ってるもんですけども、その外観を確認したと。まあ、歯車があることが分かったというわけですね。で、ケースに書かれた文字から、そのものが紀元前80年に作られたものであることが確認された。紀元前80年ですよ。で、1958年にケンブリッジ大学で働いていた英国人の D.G.S. プライスという方がですね、後のエール大学の歴史科学、科学歴史の教授になるんだけども、そのメカニズムについて調べたと。まあ、1958年に調べたわけですね。で、錆びた物体を、まあ、その塊をですね、処理しているとき、プライス博士は、その装置を組み立てていた部品の、まあ、その塊を、救出することができた。その中枢部を取り出すことができたというわけですね。まあ、そこで、まあ、しかしこの研究はこのあたりで止まるわけですね。そして時間を経て、1971年になって初めて、ギリシャの原子エネルギー委員会によって、X 線写真が撮られたとき、噛み合ったギアの一連のメカニズムが解明された。そのまあ、アンティキューテラのですね、テラのまあ、機械のメカニズムが解明されたってわけです。で、プライス博士は次のように言っていると。他のどこでも似たようなものは保存されていない。またそれに比較しうるものは古代の科学の文献などにおいても知られていない。少し補足しますけども、あまりにも完成度が高すぎたんですね。完成度が高いということは、そこに至るまでに周囲科学というのは発達しなくちゃいけないんですね。あるいは周囲技術、あるいは周囲工作技術と言っていいんでしょうか。そういうものがないと、こうした歯車はできないんですね。ところが、このアンティキュロスの機械以外にですね、それを支えると言いますか、類似したものは一切見つかっていない。そしてそれに関する文献も一切、今のところですよ、見つかっていないということなんですね。翻訳を続けます。また、ヘレニズム文時代の科学テクノロジーについて知る限り、そんな物体は存在し得るものではないと考えるべきであると。まあ、このように語ってるわけです。まあ、要するに、オーパーツだということですね。out of place, artifact って意味ですね。あるはずもない。そこにあってはいけない物体だということなんですね。まあ、現在、このアンティキュロス機械はですね、オーパーツの中のオーパーツとして位置づけられています。まさにあるはずもないわけです。ところどころに、歯車の写真が出てきますね。いわゆる精緻で小さい、極めて小さい歯車だということです。で、物体を検証したところ、外面にはダイヤルがあり、表の方にはダイヤルがあり、それは木の箱の中の少なくとも20個から30個の歯車と連動していることが明らかにされたと。まあ、20個から30個の歯車でできていたということですね。で、その箱は天文カレンダーを含む碑文で覆われていたと。文字による説明が文があったということです。そのメカニズムには異なる暦法が含まれていた。まあ私たちはね、太陽暦とか、太陰暦というのを使いますけども、そういった私たちが使っている暦暦法とは違った暦法で作られていたということです。で、クランク式の振棒を回すと、ギアはいろいろな速度で回り、3つのダイヤルの上で針が回った。そしてその針は、月の入りや月齢を計算し、水星、金星、火星、木星、土星の位置を正確に示したと。ここで注意していただきたいのはですね、この模型はですね、ギアを反対に回しています。上限の月から新月になるっていうところからですね、この、まあ、ギアは反対、まあですね、クランクを反対に回していることがわかりました。で、それはまさに太陽と月の動き、それにおそらく惑星の動きを計算することができた計算機であるかのように見えた、とプライス博士は言っていると。で、古代の人たちがこの種のテクノロジーを、能力を持っていたという資料はないので、そのテクノロジーは前ギリシャ時代のものと、これグリークサイエンプリグリークと書いてありますので、前ギリシャ時代と訳しました。が、以上が、まあ、この、まあ、動画に流れていた英文を翻訳していました。まあ、今ご覧いただいているのがアンティキューテラの機械と言われているもので、このような模型も作られているわけですね。そしてさらに、解明が進みました。それはこの後にまた、この終わりの方で説明いたします。で、銅鏡ですよね。で、天文計算機である。まあ、これがアンティキューテラの、まあ、機械と言われているものです。オーパーツ2のオーパーツなんですね。今からもう
2000年以上も前に歯車があったというわけですね。歯車、小さな、一番大きいのでも14センチですから、小さいのになると1センチから2センチという歯車ですけども、大体そういうものを工作する、まあ機械そのものがなかったと思われます。で、中心を見ていただきますと、中心部周辺に月が彫り込まれています。そして左のアンティキュロスの機械の方は月が回転するようになっています。そしてメモリに注意していただきたんですけども、外側も内側も30メモリと、大きいメモリから大きいメモリが30ですね。ということは全体で12ありますから、360という数字が左の方も出てきます。アンティキロスの方は 30×12 で360です。この数字に注意してください。30×12 は360ですね。360のメモリが刻まれているということですよ。そして、同居の方も先ほど言いましたように3人ずつ4組ありますから12。まあ、12に分かれているということですね。4×3。そしてここには30の漢字が描かれています。そこで 12×30、すなわち 30×10 の計算しますと、全く同じ360となるわけです。そして両方とも360のメモリが刻まれています。アンティキュロスの機械の方は外周部に、そして、同鏡の方はそのすぐ外に360の細い線で刻まれています。で、これは偶然なのか偶然で何か、あるいは何か意味をするもの、意味しているものがあるのかどうかということで、まあ、悩んできました。で、ランスケさんがこれに対して一つの答えを示してくださいました。それがこの謎を解く大きなヒントとなりました。そして左の方がですね、アンティキュロスの箱のですね、裏面に書かれている二つのダイヤルです。上のメモリは235、下のメモリは225です。223ですね。数えてみました。まあ、これは正確に、まあ、再現されているものと考えます。そしてもう一つ、この数字に注意してください。中心部に28の月、そして、下からですね、それから12の人間、それが 12×3 ですね、それから30の漢字、360のメモリ、そして一番外側に117のメモリがあります。117が何を意味するか、まあ、これが謎だったわけですね。で、13×9 で、まあ、ここで 13×9 にしたのが、まあ、私の、まあ、失敗だったと思います。13×、まあ、30が360。4ですからね。まあ、ここで何か関係があるんじゃないかと思って止まってしまったんですね。ところが、ここでアンティキュロスの機械を、まあ、見つけたことによってですね、そしてこれを、こうして、まあ、数えてみたことによって、また別の展開が生まれました。で、この上のですね、メモリの数を数えてみました。ちょうど縦列に並んでまして、10、10、10、10で50ですね。そして、この右下の方に35ありますから、50×4 プラス35は235という数字が出てきたのです。では、この235という数字は何かということなんですね。で、この同居の方も同じように数えてみました。これも今回、もう一度、念のために皆さんに納得していただくために、特にこの部分が今日は重要ですから、この部分を皆さんに納得していただくために、まあ、同居を4つに分けまして、そしてこの三角ですね、まあメモリを数えてみました。で、ここは30個あります。まあこれ以上メモリを小さくすることができないということも、皆さんちょっと記憶のどこかに入れておいてください。30個ですね。そして B ゾーンの方は、もう数えていますが、ちょっと分かりにくいので、明度を上げて、そして数えていますと、29という数字が出てきました。こういうふうに正確に数えてみました。もし、まあ、皆さん自身で検証してみようという思われる方は、ビデオをその都度ポーズして数えてみてください。そして C ゾーンですけども、C ゾーンも正確に数えてみました。30ですね。そして、今度は D ゾーンへ行きます。D ゾーン。これは、数えやすか、数えやすいか問題なく数えられましたが、D ゾーンの方は、28ですね。という数字が出てきました。そして、これらの数を合計してみます。28、30、30、29。合計は117となります。先ほど皆さんに、まあ、お見せした数字と違っていませんね。この117という数字が実は謎を解く大きな鍵となりました。ランスケさんがそのヒントを与えてくださいました。ランスケさんどうもありがとうございました。で、これが117ですね。そして右がアンティキュロスの機械です。235です。117と235。わかりますか ?117 を2倍すると234、すなわちその数はほぼ235と同じになるということです。そこで、ダンスケさんがおっしゃるには117を2回回して使ったんじゃないかということなんですね。
というのも、これ以上同郷の中でメモリを小さくすることはできませんので、2回回して235にしたのではないかということなんですね。で、この235という数字が実は重要な意味を持つわけです。つまり、人間がですね、暦を使う上において、まあ、いわゆるその太陽暦にしよう、太陰暦にせよですね、実際の太陽の運行と合わせてますと、どうしてもズレが生じてくるんですね。そのズレをどうやって調整するかということなんですね。現在の人間たちも4年に一度、ウルード年を設けて、2月は29日までとして調整しています。もう一度説明しますと、中心が28の月、そしてその外に12の人間、そして30の漢字、そして360本の線が、両方とも描かれています。これは偶然なんでしょうか？偶然ではないのでしょうか？もちろん偶然ではありませんね。ここまで偶然が一致するということはありえません。要するにこの中心が、月が描かれている。そして360の双方とも360本の、メモリが書かれているということですね。で、まあ、ついでに言ってきますけども、長持山古墳で発掘されたこの銅鏡は大変保存状態が良くて、錆もほとんどありません。ですから、こうして現在メモリを数えることができます。そして、117×2 は234、235という数字がここで出てきます。では、この235とは何かということですけども、まあ、この一つずつ数えたら235ということなんですね。そして、ここには月の名前が全部記されています。で、ランスケさんのアイデアを一度お読みください。まあ、少しわかりにくいんですけども、要するに2回回して、まあ、234、いわゆる235に合わせたというふうに、まあ、理解されるとわかると思います。で、この235というのは何かと言いますと、117、まあ、ランスケさんは117にこだわって、計算なさいましたので、まあ、ややずれてくるんですけども、235、錯望月というのはですね、要するに、まあ、太陽暦と、まあ、メトン周期というんですけど、いわゆるその、太陽暦と、その、メトンという方がね、作られた周期ですから、メトン周期と言ってますけども、そのズレをね、いかに調整していくかということが、まあ、難しいわけですね。暦はすべて、暦、人間が作る暦、暦というか使っている暦は、みんなこのズレが生じてきますからね、そのズレをいかに調整していくかということが、まあ、重要な問題であったわけです。そして、235年ごとにですね、235、錯望月にしてですね、調整していったと。それをまあ、ウィキペダの方でもう一回説明しています。その、アンティキュロスの、裏面の方についてですね、こう書いてあります。メトン周期を日食示すものは、スコダオリンピックの時期をも計算して、これは2008年の7月にですね、ネイチャー誌に発表されたそうです。そしてこの、19太陽年は235、錯望月にほぼ等しいと。ほぼ等しい。これでもエラーが、ほんの少し出るんですね。そして、まあ、その、235年ごとに調整すると。まあ、同郷で言えば117年、残念なこのメモリかける2、年ごとに調整するということになってきます。これで117の意味が皆さんにも分かっていただけたと思います。どうして、長持山古墳から出土された、いわゆる銅鏡にはですね、117個のメモリがあったかということですね。そして235、錯望月で、まあ、19太陽年で、まあ、なると。まあ、そういうことですね。まあ、詳しく知りたい方は、ここを、その都度、ポーズしてお読みください。そして、19年に7回のウルーズ行を入れれば、太陽月年とね、ぬつれが解消されることが分かったと。まあ、そういうことなんですね。これをメトン周期と言います。で、まあ、要するに完全に一致しているわけで、それでも19太陽年につき 0.0867 日のズレが生じると。まあ、そのズレをどうやって調整していくかということなんですよね。先ほど言いましたように人間の場合は現在ですよ。4年に一度、ウルー年を設け、そして2月28日を2月29日に調整していますけども、それでもずれてくるんですね。それでまた何十年ごとにまた一回、その調整をするということになります。まあ、純粋太陰暦でも27年に一度またずれてきますからね。それでまた調整するわけですけども。それでアンティキロスの、まあ、この、図柄はですね、螺旋形に回りながら、いわゆる235ヶ月の月をカバーしていると。そしてその、まあ、今はね、何月や何月ってことを見ながら、そして調整していくってことですよね。そして、まあ、コリントの月の名前が、まあ、私たちは現在、January、February っていうのと違った月の名前が描かれていると。
そして結論になりますけれども、銅鏡は天文計算機であった。天文計算機であったという説です。19年間に7回のウルーズ期を入れると。そしてもう一度読んでいただきますけれども、19太陽年と235作望月とは完全に地球ではないとずれてくると。そこでまた調整するというわけですね。その調整の、年月ですね、235年ということになるわけです。そして、まあ、作望月で言えば、6940日として計算しているので、まあ、そういうふうにメトンは、まあ、一太陽年は365日にしたんですけど、メトンは。それで、調整するために、まあ、これは便利な方式だと。まあ、太陽暦と太陰暦をですね、いかに調整するかが、まあ、大きな課題であったわけです。となりますと、皆さん話を戻しますね。これが銅鏡です。長持山古墳で発掘された銅鏡です。そして、右が、アンティキュロス、キュティラの機械です。117×234、ほぼ235に等しいということですね。もう一度これを見てください。そして、こうして、まあ、数字が一致した、すべてがこれで一致したわけであります。となりますと、アンティキュティラの、機械はですね、ただの機体機械であり、すなわち、天文、計算機であった。天文計算機であったとなると、銅鏡がどうして天文計算機ではないと言えるのでしょうか。銅鏡をただの鏡として、表の鏡、裏の模様というふうになってますけども、なぜ皆さんはそこで思考を止めてしまったのでしょうか。銅鏡はただの銅鏡ではありません。この銅鏡に言えば、少なくともこの銅鏡は天文計算機であった。もっと言うと天体の動きを計算する計算機であったということになります。117、先ほど言いましたように、これ以上メモリを小さくすると、まあメモリを掘り込めませんので、2回回すことによって235に近づけたと考えられます。またそう考えるのは合理的なことですね。まあ本当だったら235、卑弥呼も描きたかったのでしょうね。しかし、117にして2倍しなさいよと教えたわけです。要するに、アンティキュティラの機械が天文計算機であるなら、どうしてこの銅鏡が計算機ではないのでしょうか。こうして穴に棒を通して、ギッ、ギッ、ギッと回して計算したものと思われます。あるいは紐を通して、こうして使ったのでしょうか。紐を通したと考えている人はですね、これからもずーっと謎の迷路の中で右往左往するだけですよ。さあ皆さんはどっちの説を信じますか。ということで、まあ今日は、銅鏡イコール天文計算機であったという林浩司の説を説明、証明しました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. My wife and I had a very good time with some of good people in Komaki City, Mr. Masanori Yatagai and his friends who guided us around the city. Higashinomiya Mount is one of them, and there several disc mirrors have been unearthed. Here it's my pleasure to show you one of them.And it has got graduations along with the circumference of the mirror. They say these are mirrors, but they have got another more important meanings on the reverse side of the mirror about which little attention is paid here in Japan. Are these just mirrors? No. I show you another evidence that these are not.八田貝正則さんの案内で愛知県犬山市にある東の宮古墳へ行ってきました。成田山の裏手の山の頂上付近にあると思っていただければわかりやすいと思います。成田山はその下にあります。言い換えると成田山はこの東の宮古墳の下に造営されたと考えることもできます。山に登りながら私が考えたことは、どうしてこんな山の中の頂上にです。大変な工事だったと推察されます。もし人間が作ったならということですが、東の宮古墳は愛知県でも最も古い古墳と考えられています。また同時に多数の銅鏡が発掘されたことでもよく知られています。これらがその銅鏡ですが、その中の一つに注目してみました。犬山市が発行する資料の表紙を飾っている銅鏡です。
最初それを見たとき、私はあまりにも美しい、つまり保存状態が良いのに驚きました。メモリがしっかりと読み取れます。こうした銅鏡は大変珍しく、沖ノ島で見つかった卑弥呼の銅鏡と言われるものよりも美しい銅鏡ということになります。現在その卑弥呼の銅鏡は、福岡県の宗像大社に保存展示されています。そのビデオはこのビデオの後につなげておきますから、どうかご覧ください。その卑弥呼の銅鏡には、とんでもない謎が隠されていました。ナンバー351号で、ちょうど年前の2013年の6月に私が発見し、ビデオ化したものです。皆さんも驚かれると思いますが、銅鏡は表の鏡の部分ばかりが注目されていますが、これはおかしいですね。銅鏡の裏側、つまり今まで銅鏡の飾りと言われていた裏側にこそもっと重要な意味が隠されていたのです。今までその謎解きに挑戦した人はいません。少なくとも2013年の6月に私が宗像大社にある卑弥呼の銅鏡の謎に挑戦するまで、そうした視点で銅鏡の謎を考えた人を私は知りません。で、ここに紹介するのは東の宮古墳で発掘された銅鏡です。私はいつものようにそのメモリを数えてみました。大変保存の良いというか、あまりにもメモリが綺麗に読み取れたので驚きました。レプリカなのでしょうか。ともかくも、こうしてご覧いただくように、そのメモリの数を正確に読み取ることができました。錆などによって潰れているメモリもありませんでした。で、その数について、こうして今皆さんにご覧いただく通りですが、やはり心配なのはあまりにも美しいので、果たしてこれは本物なのかという疑問です。つまり、レプリカであり、そのレプリカを制作するにあたって、メモリを適当につけたのではないかという疑問です。メモリをただの飾りと考えている人があまりにも多いからです。で、その数は、このビデオの中で紹介する通りですが、その謎解きは、メモリが正確であるということまで、ことがわかるまで、ここではペンディングということにしておきます。代わってこのビデオの後に2年前に作りましたビデオナンバー351号をつなげておきます。私にとっては古い初期の頃の作品ということになります。語句の読み方、使い方の間違いはありますが、基本的な考え方、コンセプトは理解していただけるものと思います。どうかご覧になってください。これはまさに卑弥呼の銅鏡です。と同時に銅鏡の裏面にある今まで模様と考えられていた部分が単なる模様ではなく大変重要な意味を持っていることを皆さんにも理解していただけるものと思います。どうかお楽しみください。なお、一つだけ忠告申し上げるなら銅鏡といってもいわゆるでがしっかりとしたものもあれば、後の人たちが見よう見まねで作った粗悪品もあるということです。一般にそれなりのでがしっかりしたものであれば、銅の純度も高く、錆も少ないです。皆さんも銅鏡の検証なさるときは、そんな点に注意して検証なさってみてください。つまり、でのしっかりしたものを検証なさると良いです。こうした検証の機会を与えてくださった小牧市の八田貝正則さんとその仲間の皆さんにこの場で心から熱くお礼を申し上げます。私のような人間を温かく迎えてくださり本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ということで、この最後に数字を皆さんに提示してこのビデオを終わります。このビデオがこの数字がですね、何を意味するか、謎解きにこれからも挑戦していきたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!
Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. It's my great pleasure that I can talk about the mystery of Himiko and her disc mirror. Which one of them is nearest to Himiko? This is the mirror, I think, or I'm sure. 皆さんこんにちは。ヒミコに一番近い同郷はどれかと言われれば、私は迷わずこの同郷を挙げます。なぜならばこの同郷が沖ノ島で発見され、現在は宗像大社のですね、陳列室に国宝として陳列されているからであります。博物館ですね、沖ノ島からは数万点以上の2万点だったと思いますけども宝物が発見されております。大社の M さん、どうもありがとうございます。この資料は門外不出ですけども、 M さんに特別に送っていただきました。これがその同郷なんですね。で、まずまあここに英語で書きましたけど、どうして沖ノ島かということは、この続くビデオを見てください。で、私はこの同郷を見たとき、まあ、とても驚くべきものだということをすぐさま発見しました。まず最初にしたことは、この周りを取り囲んでいるこの細い線の数ですね。私はこれを最初に数えました。部分的に薄くなっていて見えないところがありますが、光を変えてみると見えます。この部分ですね、その数が365なんですね。太陽暦の1年の日数と一致したわけであります。これに驚きました。多分中央には地図が以前は彫り込んであったと思うんですけども、それは今はこのようにボロボロになっています。とても残念です。さらにこの銅鏡にはですね、4つのメモリがついております。これを皆さん考古学者の先生たちは模様だと言っておりますが、とんでもない間違いですね。これは模様ではありません。 4列の、メモリ、グラジュエーション図がついております。それで私とワイフはですね、別々の場所でそれぞれ影響し合わないところでですね、この、性格を期すためにこの三角形の数を数えてみました。正確に数えてみました。皆さんももし確認なさるようでしたら、ビデオをその都度止めてですね、ご自身でご確認ください。この白い点から白い点、白い点から白い点というようにしてまず数えて、そして後で合計してみたわけであります。白い点から白い点の手前一歩ですね、一つまでを数えて後で合計してみました。で、私たちは大変注意深くこの数を数えてみました。私がまずやった結果を皆さんにお見せいたします。まず一番外側から、まあ、これ全部数えたんですけども、4列数えました。皆さんも数えてみてください。右下部分ですね。まあ、小さくはちょっと見にくいかもしれませんけど、下にメモをしたのが私が数えた数字です。左下部分ですね。A が一番外側になります。で、B、C、D ときて、D が一番内側の三角形の数、あるいはメモリの数ですね。これが左上の部分です。このようにして数えました。で、今度はワイフの方も数えまして、これが右上の部分です。数字が下に書いてありますね。右下の部分です。この銅鏡の、まあ、素晴らしい点は、ほとんどサビがないっていうことですね。多少すり減ってますけども、三角形については綺麗に数えられます。ただ、細い線につきましてはですね、光が当て方によって線の部分が逆になるところがあるから注意してくださいね。逆ということは、出て、凹凸部が、なんて言いますか、黒くなり、逆に、凸部が黒くなったり、凸部が白くなったりしますからね。注意してください。そして、その結果もまた大変驚くべきものでした。驚きました。正直言って驚きました。まさにこれは国宝です。国宝にふさわしい銅鏡です。卑弥呼が持っていたに違いない銅鏡であります。この黒い字の方は私が調べた結果です。赤い字はワイフが調べた結果です。全く一致しました。そしてこの3つの数字を見てください。
130、121、115、合計しますと366、すなわち、ウルード氏の1年の日数なんですね。1000の数が平年の365本。そして、これが366個あるわけですね。何を意味するか。大変なことなんですね、これは。めちゃくちゃつけた数じゃないんですね。じゃあ、この133は何かということになりますね。133というのはですね、19×7 なんですね。この19という数字には特別な意味があるんです。太陽、太陰暦の世界においては特別な意味があるんですよ。それは何か。それについてはウィキペディアが詳しく説明してますので、まあ、読んでみてください。昔はですね、冬至を1年の始まりとしていたんですね。で、11月と。しかし、19年に一度、11月1日が冬至になるわけです。これを、作誕冬至と言います。19年に一度ですよ。で、ナラウルの周期を小と言ったというわけですね。ここで19、7という数字が出てくるんです。その組み合わせについてはまだ私は謎を解けてませんけども、まあ、この一行日中には解けると思います。まあ日本もその中国の習慣に習って、19年7ウルーの原則に、基づく暦が正確に運用されたということも書き記されております。これで19の意味が分かりましたね。で、19×7 は何か。もう皆さん、お気づきだと思います。すなわち、この中田大社の銅鏡、沖ノ島で見つかったこの銅鏡は、ただの銅鏡ではない。だから、国宝に指定されてるんですね。真ん中、明らかに地図だったと思いますよ。残念ですね。この、今、まあ、美術館と言いますか、ちょっと正式な名前してませんが、ここに、それが飾られております。次のビデオを見てくだされば、なぜ沖ノ島かということが分かっていただけます。沖ノ島というのは、卑弥呼そのものの島と考えてよろしいわけです。その証拠をこれから皆さんにお見せします。M さん、どうもありがとうございました。あなたに大変感謝しています。Thank you very much for watching. See you next time. Bye.